おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今秋田府会議員がありましたように、今日が今年最後の、街頭遊説になろうかと思います。しばらくの間のご清聴よろしくお願い申し上げます。まずは、皆さん方にお詫びを申し上げなければならないのは、連日新聞などで、指名を賑わしておりますけれども、自民党の派閥の、いわゆる裏金問題、というのがあります。この問題につきましては、今東京地検の特捜部が、関係議員や、関係者を、任意で事情聴取しているということであります。で、私もその全貌が全く派閥側からも、誰からも説明をされない、そういう状況でありますので、全体像がしっかり特捜の捜査で示されて、それによってでは正しい処理はどうだったのかと、こういうことの整理はしていかなければならないと思っております。しかし私個人のことで申し上げますと、いわゆるこの派閥からの官僚があって、それが私的に利用されたり裏金になっていると、そういうものは一円たりともないと、これだけは断言してお話をさせていただきたいと思います。いずれ全体像がしっかりと事実関係含めて示されたときに、私もしっかりと説明をして皆さん方の誤解を晴らすようにしていかなければならないと思います。そういうふうに、政治と金の問題が今取り出されておりまして、非常に厳しい国民からの視線が向けられているわけでありますけれども、我々はそういうことをしっかりと疑念を晴らすとともに、もう少し大事なことは政治と金の問題、これをきれいにするのは当然の話でありますけれども、政治は一体何をすべきなのかと、そもそもそこの議論をしていかなければならない、こういう問題が出てくると、まずこの政治と金と、そういうことだけで政治が一体何をするべきなのかということが取り残されてしまって、結局何をするかという一番大事なところが議論されないまま、この小さな政治の話ばかりに進められていくわけであります。そうじゃなくて、私がいつも申し上げていますのは、日本の政治の一番大きな問題というのは、この明治以来、西洋列強がこの、日本以外の国は全部いわゆる植民地化していたわけであります。日本とシャム、今のタイでありますけれども、この2つの国以外は地球上のあらゆる地域で、西洋がこの植民地化してきた。アフリカもアジアもその例外ではないわけであります。その中で唯一の例外が日本だったと。で、日本だけがこの自分の国の独立を果たして、そしてそれに対抗する勢力、特に日本人が一番訴えてきたのは、そういう西洋列強が地球上を支配してますから、いわゆる人種差別問題、これが不当にずっと続けられていたわけで、有色人種を差別したりすることがないように、人種差別の撤回をすると、こういうことを実は国連にも提案をしてきた唯一の国が日本であるわけです。そうした大きな政治の原点を我々の先人が行おうとしていたことも含めて、しっかり我々は歴史を見つめてこの政治を司っていかなければならないと考えております。かつて安倍総理、私も安倍総理の下でずっと政治をやってまいりましたけれども、安倍総理がずっと言っていたのは、要するに日本を取り戻すということであります。戦後の日本というのは、占領時代に憲法をはじめさまざまな法律や制度が作られて、本来日本人が目指していた価値観、大事なものの考え方、そして一番大きいものは歴史そのものであります。歴史観を書き換えられました。その結果、日本というのは目先のことしか議論ができない、そういう人間に、この政治家にがどんどん増えてきてしまったと、こういう目先のことしか言えない政治ではなくて、もう一度日本人の原点をしっかりと国民に訴えられる、まさにそれが日本を取り戻すということで、そういう志半ばで安倍総理は凶弾に倒れられたわけでありますけれども、私はしっかりその意思を継いで、今年も来年も頑張っていきたいと思っております。さて、そんな中で一つ皆さん方にお話をさせていただくのは、この今
京都にとりまして一番大きな問題というのは来年の京都市長選挙であります。1月21日から告示されまして2月の4日が投開票日ということがすでに決まっております。我々自民党は松井浩二さん、元内閣官房副長官を務められました参議院議員でありまして、今は慶応大学の教授をされておりますけれども、松井浩二さんを推薦して今この来年の選挙戦に向けての準備を行っているわけです。まあ、この京都中でこの橙色のオレンジ色のポスターが随分出てきましたけれども、まだまだ知名度が低いということで、ぜひ松井浩二さんにこのご支援をお願いしたいと思っています。まあ、そんな中で今回はそれ以外にですね、あと3人の候補者が出てきているわけでありますけれども、まあ、その中の争点の一つ、ありがとうございます、というのが、まあ、いわゆる財政再建をするとか、それから大きな話で言いますと北陸新幹線、まあ、これをですね反対するという方々が松井さん以外そういうことを言ってるわけですね。でしかしこの議論を聞いておりますと、全く北陸新幹線のこの仕組みということが分かっていない。本当に先ほど言いましたように目先のことだけで全体像が見えていない議論がされているなというのをつくづく感じているわけです。というのは私自身がこの与党の新幹線のプロジェクトチームの座長をやっておりまして、この北陸新幹線のルートを決める、まあ、責任者であったわけであります。まあ、この問題については何度もここでも私の YouTube などでもなぜこのルートになったのかということを説明しておりますけれども、もう一度今ここでその話をさせていただきますと、要するに今また再燃してきているのは、例えば北陸新幹線は敦賀まで今年もう完成しました。いよいよもう来年から実用運転されるわけでありますけれども、敦賀まで来たんだったらそこからそのまま米原につなげばいいじゃないかと、まあ、こういう意見が、いろんな候補者から出ています。しかしこれこそ全く北陸新幹線の仕組みが分かっていない。というのは何かというと、確かに敦賀と米原、ここに新幹線をつなぐとそのまま米原から京都まで大阪まで入ってくれる、もうそれで新幹線はつながるじゃないか、こういうふうに思いがちなんであります。しかし現実はできないんですね。それは不可能なんです。それなぜかというと、北陸新幹線を今米原につないだところで、米原からたとえこの線路がそのままつながってもですね、東海道新幹線に入ってこれないんです。それなぜかというと、新幹線に乗っていただいた方にはご理解いただけると思いますけれども、今東海道新幹線東京大阪間、東京大阪間で1時間に何十本ものこの新幹線が走ってるわけです。これは本当に京都市の地下鉄以上にたくさんのダイヤがそこに組まれているわけです。ですから今度新しく敦賀から米原にたとえ新幹線をつないでも、そこから先入ってこれないわけですね。でもっと言うと、今現在でもそうですけれども、米原に新幹線は、東海道新幹線は小玉と光1時間に1本ずつ確か止まってると思います。で本当はもっとそこに止めていただくといいんですけれども、止められないわけですね。つまりのぞみがものすごい本数が走っておりますから、もうそこ以上そこに新幹線を止める余裕がないわけです。従いまして、今米原と敦賀の間は白鷺という特急電車が走っています。でこれで1時間弱なんでしょうかね、で行けるわけですけれども、この間をたとえ新幹線にあってそれが10分20分で行けるようになったとしましても、せっかく米原についても米原でこのいわゆる東海道新幹線に乗り換えるには、ここで1時間に2本しかありませんからね。要するにこの30分に1本しか接続できないわけですね。でですからそういう中で、それ直接接続もできないだけじゃなくて、そもそも
この弾薬の関係上入ってこれない。だからもし米原新ルートをやるというんだったらですね、これは当然のことながら米原から大阪までの間、東海道新幹線を福福線にしなくちゃならないわけです。で、同じく東京に行くためにもですね、米原から今度は東京までを福福線にしないと、実は東京大阪間のこの流れの中に繋いでいくことは不可能なんですね。で、そこまでわかると、そもそも米原ルートを作ったところで機能しないということなんです。で、こういう一番肝心なことが、そもそもこの反対を唱えている方々は分かっていない。で、私にいたしますと本当に勉強不足であるなということを感じるんですけれども、まあ、この反対を唱える方というのは常に先ほど言いましたように目先の問題だけで、まあ、それを煽ることによって自分たちの支持を上げようという、そういう魂胆でされてますから、本質的に何が問題かということが全く分かっておられないわけです。まあ、そこをしっかりこの京都市長選挙でも、この北陸新幹線を反対する、また米原ルートがいいなんて絵空事を言っている方々の、まあ、偽善をしっかり皆さん方にも見抜いていただきたいと思っています。そしてさらにもう一つ大きな問題は財政問題ですね。で、京都市が財政破綻をすると、それを自分たちが立て直すんだってなことを勇ましいこと言っておられますけれども、一体何をやって立て直すのかということなんです。というよりも京都市の財政問題の本質一体何だったのかと、そこがまた分かっていないわけですね。で、京都市の財政問題の本質というのは実は地下鉄問題だったわけです。で、地下鉄のこの償還、地下鉄を作った時のこの記載をしたこの交際の償還、まあ、これがですね年々きつくなってきた。で、その理由はいわゆるコロナ禍で、この乗客数が激減したわけですね。そのためにこの返済ができなくなる、これが財政難の一番の原因です。じゃあどうしたらいいのかと、で、私がこれは国の方に話をしまして、この償還期限を延ばすという話ですよ。で、そもそも地下鉄ができましたのは今からもう30年ぐらい前になりますでしょうか。私が大学生の頃ですから、まあ、30年40年近く前にできました。で、この地下鉄というのはコンクリートでできたトンネル、これが一番大きなインフラであるわけなんですけれども、このコンクリートトンネルというのは実は何年持つかと、100年200年、実は理論上永久に持つと言われているものなんですよ。で、そういうコンクリートのものでありますから、これから先も50年100年と当然持つわけでありますけれども、いわゆる減価償却費の計算というのがあります。で、これは企業会計の上で、例えばこの構造物、ビルを建てるにしましても、先ほど言いましたように、コンクリートの構造物というのは、50年、100年以上持つわけです。しかし、企業にとりまして、せっかくこの何千億とかけて投資をしたんだけれども、それがずっと未来に影響を持つというんだったら、費用化できません。で、そこで税務上は、何年で償却する、何年で費用に落とすという、そういう仕組みのために減価償却という考えが取られているわけです。つまり毎年いくらずつぐらい、この価値がなくなっていくんだという前提で、何十年、対応年数は例えば50年60年というふうにしてですね、そういう損金処理をする仕組みを作ってるんですけれども、しかし現実は例えば京都市の地下鉄、これは50年どころか100年200年と持っていくわけです。で、あるならばですね、その例えば記載の償還期限というのはそれに合わせてもう少し長めにやっていって全く何の問題もないわけです。で、そこで私自身がこれは総務省に申しまして、そういう償還 年月を延ばすべきじゃないかと。で、そのことによって実は京都市の財政は一挙に立て直すことができたわけです。つまり実際問題はもっと長く持つものの、この償還年数を実際に合わせて長くしていったと。そのことによって
高裁の召喚の金額が小さくなるわけですね。でそのことによって京都市のこの財政も実はしっかりと黒字化できるようになってきたわけです。でこういうことをやるのが実は国会議員の仕事なんですね。でところがこういうことを全く分からなくて、また単に要するに、この財政再建というと身を切る改革で、できるだけこの費用を少なくするんだという話をしていますけれども、今一番言いましたように費用を一番する方法は何かと、減価償却費を落とすことなんです。つまり償還年数を伸ばしてしまうだけで実は物事そのものが解決できるということです。そしてここのこの仕組みというのは実は北陸新幹線においても非常に大きなこのキーワードになるわけです。それなぜかというと、北陸新幹線は私が言いましたようにこの前原ルートというのはありましたけれども、これは意味がないというので、もう一度小浜から京都、そして京都から大阪、京都から大阪はすでに東海道新幹線ありますから、作るんだったら別ルートで中間駅を作らないと意味がないわけですね。だからそういう中間駅を京都の大阪の間で、まあ、松井山手というところに作ったのはそういうことなんです。そしていよいよ問題は、じゃあこれをどうやる、どうやってお金やっていくのかという話です。で私の答えは、要するにこの事業というのは国がドカンとお金出したらすぐできるんです。で北陸新幹線、これがだいたい2兆から3兆、あと敦賀からこの大阪までかかると言われてますけれども、それだけじゃなくて新幹線の計画というのはあとまだ10本あるわけです。でこれらの山陰新幹線や四国新幹線など全国津々浦々にこの新幹線網をやっていくことが実は少子化対策になるわけなんですね。なぜ東京一極集中したかというと、まさにインフラが東京に集中しているからなんですよ。ですからそれぞれの地域で本当は生活をして事業をしたいと思っても、それを東京に行って首都圏でやる方が効率よく事業ができるわけです。でそういうことをやっていくと東京一極集中になり、そして人口が増えなくなってしまうわけです。でかつては一次産業が世の中日本を支えていたわけです。人口の8割が一次産業に従事されている方々で、お米作り、野菜作り、まあ、そういうものを通じてですね、それぞれの地域でしっかりと先祖から預かってきた土地を守り、食料を作ってきたわけですが、まあ、こういうことが今どん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 集約化されてきたと。でそれだけじゃなくて海外からの輸入品に押されてしまって一次産業が非常に衰退してきました。でこれを衰退を止めるためにも、まずはインフラを日本中にこの巡らしていくと。でそしてそれを一日も早く完成させる、その完成させるために一体いくらお金いるのかというと、全部で50兆から60兆円なんですよ、これ全部の新幹線作ったところで。でそうするとこの金額というのは今回のコロナ禍で使ったお金、これ100兆円ですよ。で一挙に1年2年で100兆円出してるわけです。でそれを50兆円使えば全部新幹線ができるということを考えると、皆さんどうでしょう、なんでそれをやらないのかということになるでしょう。まさにここが財務省がこの財政を間違った方向に引っ張ってきて一番の元なんですよ。特に新幹線はコロナのこの人命を助けるため、これもちろん必要なお金でしたけれども、次の時代に残る財産なんですよ。しかも先ほど言いましたように地下鉄も含め新幹線というのは100年200年持つ財産なんです。でそれをなんで5、60兆円ぐらいでならやるべきなんですよね。でところがこれがこの財政再建という、まあ、この美名のもとにですね、ずっと国債発行することが止められてきた。でここをしっかり打破していかなきゃならないというのはずっと私が申し上げていることです。その一番の例として新幹線で、これは国がまず、北陸新幹線でいうとたかだか3兆円の話でありますから、これを出すと。でしかし3兆円を出してもすぐできません。それはなぜかというと、それを作るためには人手がいるわけですね、材料がいるわけです。1年で3兆円出すから1年で完成させろと言ってもそれできません。
で、できるのはその3兆円というお金を用意するから、例えば10年間でこの工事をしろと言えばこれできるわけなんですよ。要するに長期的な計画をしっかり上げて、そしてお金を政府が国債で発行して賄っていく。で、その計画を発表すれば受ける側の工事会社、この土木会社、鉄道の専門的な工事をやる会社、そういう方々は必ずその工事を受注するために人を入れるわけです。機械を入れるわけです。特に北陸新幹線の場合にはトンネルですから、ほとんどはトンネルマシンを何台も先に手当てをして、そして工事の発注を待っていく。で、そうしていけば10年15年あれば絶対完成できるんです。その後はお金を出していく。ところが今までこの北陸新幹線はじめ整備新幹線はそういう完成年度を何年にするという話が全くなかった。たかだか毎年1000兆円も満たない、今ですと1000億円にも満たない、今ですと800億円台の予算が使われて、でそれで北海道新幹線や北陸新幹線が工事をされているわけです。でこれですと全く何年先に完成するか分かりません。ですからここをもっとですね、完成年度をはっきり明示してやる。そこを国がしっかりお金を出していけばできるわけです。しかしもう一つ実は問題があるんですね。でそれは何かというと、整備新幹線の場合には国が出すことになってますけれども、作るのは整備新幹線は、ありがとうございます、要するに国が2を出して地方が1、地方が国の半分出すことになってるんです。でそうするとこの北陸新幹線、例えば3兆円かかるとすると、2兆円は国ですが1兆円は地方が出すわけですね。でその大半が京都府です。この線路の長さからいうと京都府が大半を出していく。で1兆円のこのお金を京都府が例えば10年で完成させるんだって言えば、これは毎年1000億円の予算を出さなきゃならないことになります。そんなことは絶対に不可能なんですね。不可能なんです。じゃあどうするのかといった時に、私が申し上げているのは先ほどの京都市の地下鉄と同じことを考えればいいわけなんです。つまり地下鉄の償還年数を伸ばしたということが京都府の財政再建のにつながっているわけです。同じく新幹線も先ほど言いましたように100年200年持つ資産なんですよ。ですだからこれを100年分割で負担させていけばいいわけなんですね。でそうすると1兆円の100年分割というと、たかだか100億円になるわけなんですね。これは要するにそういうふうに知恵を出せば、財政の仕組みが分かっていれば、ちゃんと不可能なものは可能になっていくわけです。でそういうことをやっていくのが実は政治なんです。でところが今の京都市長選挙というのは、そういう そもそもの財政の仕組みを全く分かっていない、まあ、地方議員出身の方ですから、まあ、そう言いながら私も地方議員出身ですけれども、少しはそういうことを自分で考えてやっていけば見えてくるところがあるんですけれども、まあ、そういうことよりもむしろいかにこの市民受けするかと、財政破綻してるのを直すんだ、でそのためには身を切る改革なんだというパフォーマンスにこの重きを置いた戦略を取っておられる方々でばかりでありますから、結局本質的な仕組みどうするかというのが分からずに、まあ人の批判をするか、さらには自分のパフォーマンスをこの見せびらかすためのさまざまな宣伝行為、まあ、こういうぐらいしかできなくなって本質が見えないということなんです。で今回私があえてこの新幹線の話をもう一度申し上げましたのは、まさに今京都市長選挙で財政再建問題やインフラ整備問題、まあ、この辺のやらなきゃならないことがたくさんあるのに、その方向が松井浩二さん以外の他の方々はみんな財政の仕組みが分からずに間違った話を散々皆さん方に言って、ことさら京都市が今破綻するかのような、まあ、とんでもない悪い印象を与えてやってますが、そういうことに絶対ならないんです。また私たちが絶対させません。
まさに地下鉄問題がその象徴のように、これは交際の償還の方法を変えれば何の問題もなし解決できるわけです。そういう大きな政治を私たちは、自民党自身は国政の中でやっていかなきゃならない。それがようやく実は岸田内閣で進みつつあったわけですね。というのは何かというと、今までこの30年間失われた30年の一番の原因は、まさに財務省が言っている財政の仕組みというのが全く間違った話を伝えてきた。つまり孫子の代に国債という借金を残していいのかと、このことばかりをずっと言ってきました。でそして孫子の代がその借金漬けで何もできなくなる、こういう話を皆さん方も三段から聞かされたと思います。しかし30年間これやってるわけですよ。で30年間ということは、もうすでに30年前の国債を今償還してるんです。まさに今が孫子の代なんですよ。その孫子の代で一体じゃあ財政がおかしくなってるかと、なっていない。そもそも国債の償還というのは借り返債を発行して行っているわけで、それを税金で行うんだという間違ったことを言ってますが、もしそういう税金で国債の償還をするとどうなるかと、それはとんでもない、もうこの大貧困化日本になってしまうわけです。大貧困化です。つまり国民側に渡したお金を今度取り上げるわけですからね。これはとんでもない話なんですよ。そういうことしちゃいけないし、やれば大貧困化になるんです。しかしこれをやったことが一度だけですけどあります。それが昭和21年22年の新円切り替えなんですよ。いわゆる日本が占領されてる時代に、この国債を、戦時国債をゼロにすると、国債の残高をゼロにするというので、進駐軍が、この GHQ がそういう指令を出したわけです。そして大増税になりました。いわゆる財産税課税ですよ。お金をみんな持ってこいと、そして預金封鎖すると。でそしてその最高、まさに 95% の税金がかけられたと。そしてその結果、日本は大貧困化したんですね。戦争中よりも占領中、戦後の方が日本はもう極端に貧しくなりました。それはなぜかというと、そういう大貧困化政策をしたからですよ。誰がしたのか、させたのかというと、 GHQ の指令により大蔵省がしたんです。でところが、この間違った政策の整理もできてない。結局大蔵省というのはですね、本当にこの今もそうですけれども、この占領中に作られた財政法に縛られて、本来国民の命や健康や次の世代のインフラを作っていくという大事な使命を、財政論の歪んだ考え方でこれをことごとく潰してきたわけです。それが今日のいわゆる失われた30年、少子化をはじめとするデフレを作っている、そのことを我々しっかり分からなきゃならないし、この話をずっと実はですね、安倍総理に私はお話をしてレクチャーをしてきて、安倍総理自身は最後になるほどと、これが原因だったのかと、つまり財政法を今度はなくす話をやらないといけないなと、これを私と約束していただいたのが安倍総理だったんです。ところが先ほど言ったように、昨年のあの教団に倒れられてこれできませんでしたけれども、今しかし岸田総理は安倍さんの内閣以上に実は財政出動をしているんですよ。今のどの内閣より実は岸田さんはしている。しかし私が今言ったような財政のこの現実事実をしっかり理解されて国民に説明されているかというと、そこがまだできていない。だから私はやってる方向は正しいんだけれども、言ってることが国民に伝わらないのはまさにそこが原因だと思っています。ですからそういうことをしっかりこれから岸田さんにやっていただく、それを思っていた矢先にですね、今政治と金の問題ばかりが取り上げられて、本質的な大事なことが議論できなくなっていますけれども、来年はしっかりこの政治と金の問題もお身を出し切ってですね、それを始末をつけた上で、しっかりと今言ったこの財政の現実的なこの財政論をしっかりと国民に説明していく、それが我々の使命でありますし、それをすることによって京都市長選挙もしっかり我々が松井耕司さんを
かざすことができると信じております。今日はそういうことで、少々長くなりましたけれども、今日の日本の根本的な問題の一つについてお話をさせていただきました。来年はいよいよ京都市長選挙、我々は松井浩二さんを必ず京都市長に据えて、国と府と市が連携できる、まさに一番国民生活、府民生活、市民生活に大事なものを国と府と市が協力してやっていく、これができるのは松井浩二さんしかいないと、このことをぜひ皆さん方にご理解いただきまして、このご支援賜りますようお礼申し上げまして、私の街頭遊説で終わらせていただきます。本年も大変お世話になりありがとうございました。